俺だ。こんにちは、神田です。今日は新潟は秋山選手、早川選手の契約更新の情報が出ました。いやー、とりあえずね、秋山選手、早川選手が来季も新潟で戦ってくれることは非常にね嬉しいことですし、まあちょっとね早いタイミングでの更新情報でしたけども、まあこれで、徐々に、これから、まあ、新潟のまあ契約更新の発表がねされていくのかなと思っております。まあ、秋山選手といえば攻撃のセンス、パスのセンスを兼ね備えた攻撃のリズムを作り、決定的なパスチャンスを演出できるボランチの選手、まあ、J1 では高精度のプレスキックで新潟の得点チャンスを多く演出してほしいなと思います。早川選手はサイドバック、センターバックや守備的ミッドフィルダーとしてプレーができるユーティリティープレイヤー。的確な読みでパスコースを察知し、早めに足を出してパスカットするなど、相手の先を読んで守備をできる選手。J1 でもその読みを活かして、新潟のゴール前をしっかりね、守っていってほしいなと思います。そして各チームの移籍情報も伝えていこうかなと思います。札幌は清水の立田優吾選手の獲得を近日中に発表される見込みとのこと。川崎は湘南から瀬川祐介選手を完全移籍で獲得と発表。鳥栖は仙台から富樫啓真選手を完全移籍で獲得と発表。仙台は熊本から姿正弘選手を完全移籍で獲得と発表。仙台はかなり積極的に補強に動いているなと、まあ、来シーズンかなりね戦力アップをして、まあ、J2 を独走していくんじゃないのかなと、まあ、今のところ勝手なイメージなんですけども、まあ、そうなっていくんじゃないのかなと神田は思います。各チームも徐々に補強を進みつつありますので、またこちらの動画で軽く紹介できたらなと思います。で、久しぶりに今日は新潟が獲得したらいいと思う若手有望選手についてお伝えしていこうと思います。まずは湘南に所属している池田正樹選手、ポジションフォワードボランチ、23歳で年俸が400万前後です。大阪出身の池田選手はもともとセレッソのアカデミー出身、 U12、U15 の下部組織で育ちましたが、残念ながらユースには昇格できず、その後憧れの鎌田大地選手出身の母校である京都の東山高校へと進学。高校卒業後には J3 福島ユナイテッドへと入団を果たして、高校卒業後にプロサッカー選手としてキャリアをスタート。福島では1年目から出場時間を確保し、2年目からはレギュラーに定着、3年目の2020年には J3 でのアシスト王に輝くなど、一気にその才能を開花させ、2021年からは福島と業務提携関係にある J1 湘南ベルマーレと完全移籍。J3 でアシスト王となったことあるだけに、アシストなどのラストパスへの精度は非常に高いです。もともと右サイドでプレーすることが多かったのですが、3年目以降にインサイドハーフやボランチなど真ん中付近でプレーすることが増えました。バイタルエリアの外からでも一気に戦況を変えれるパスを出すことができる選手に成長したんじゃないのかなと見ていて思います。ゴールまでだいぶ距離がある位置でボールを受けた後も、
相手選手との距離を取りながらも前線の選手の動きを見て絶妙なパスを出すのが非常に上手い選手。視野の広さとパスの精度の高さは目を見張るものがあると思います。そして巧みなキープ力を生かし敵陣までドリブルで持ち上がるプレーも特徴。ボールを持ち運ぶプレーを強く意識していると思いますし、前方への20メートル以上のキープ成功数の数字はリーグ5位です。自陣から敵陣までスピードに乗って長い距離を持ち上がる池田選手はボールを持ち運ぶ能力は高いレベルを備えていることを証明していると思います。献身的な守備もする選手なので新潟に加入したら攻守に躍動してくれる選手だと神田は思います。続いては徳島の児玉俊斗選手23歳。高校は千葉にある中央学院高校出身。高校時代は全国大会への出場はなかったですが、テクニックのあるボランチとしてゲームをコントロールできる選手です。大学1年の3月にはすでに名古屋の特別指定選手に承認され、3年後の入団もこの時内定していました。2021年に名古屋に加入後、同年9月20日に相模原へレンタル移籍。相模原では9試合に出場して3ゴールを決める活躍を見せましたが、チームは残念ながら J3 降格ですけども、児玉選手は自身の活躍が認められ、2022年から J2 に降格した徳島へ完全移籍。中盤ならどこでもこなせるポリバレント性を持ち、高校時代から身体能力で劣る相手にも技術力で相手をかわすようなドリブル力がある選手。徳島に移籍してからはインサイドハーフ、ボランチで出場することが多くなり、ピッチのどこにいても違いを作れる選手になりつつあると神田は見ていて思います。サイドから切り込んだり、中盤でボールを受けてドリブルで前線に駆け上がってゴール隅に狙いすましたようなゴールを決めるのが得意な選手。仙台戦のゴールでしたかね、伊藤選手がコロコロシュートを打ったと思いますが、本当にね、ああいうシュートを得意とする技術と度胸がある選手です。児玉選手のスルーパス、クロスは相手にとって脅威を与えます。パス、クロスのタイミング、スピードともに素晴らしく、味方にピタリと合わせるパスはリーグ屈指だと言えます。ディフェンスの間を正確に通すスルーパスは見事。児玉選手から供給されるクロスは精度が良く、味方は走り込むだけで、触るだけでゴールというようなボールを供給する選手。相手のゴールキーパーとディフェンスの間に入れてくるパス、クロスを常に狙っていて、パス、クロスを入れてくるので、守る側からするとかなりね、嫌だと思います。優れた判断力、視野の広さ、スピードを兼ね備えたモダンな若手有望選手。池田選手と児玉選手は、まあ、秋山選手が契約更新されたので、同じプレイヤーの選手は、新潟は獲得する必要がないかもしれませんが、秋山選手にはないスピードを兼ね備えているので、局面を一気に打開できる選手を、まあ、獲得しても、新潟は違いを見せれる選手だと思いますので、池田選手、児玉選手を、まあ、どちらか獲得していってもいいんじゃないのかなと思います。で、今日は最後となりますが、同じく徳島から藤尾翔太選手、年齢21歳、利き足は右足。高校に上がるタイミングでセレッソ大阪のユースへ移籍。高校1年の終わりから2種登録されてトップチームに帯同をし始めて、翌年も同様に2種登録。前向きかつ積極的な選手で、非常にフォワード向きな性格だと神田は思います。前線では何度もスプリントするなど、ゴールに向かう貪欲な姿勢を持ち、181センチと高い身長から放たれる高い打点のヘディングも大きな特徴の一つ。前線でボールを収めると、しなやかでキレもある動きからディフェンスを振り払い、シュートを放つことができるストライカー。イブラヒモビッチのような強烈な
力強いシュートを打ち、角度のないところでも強引に相手ゴールを脅かす豪快なプレーが特徴だなと神田を見ていて思います。体の使い方が非常にうまく、相手のセンターバックを背負った時もしっかりとボールをコントロールして起点となることができる。ユース時代はスマートなポストプレイヤーのイメージでしたが、プロになってからはガツガツとしたプレーを見せるようになり、より一層体格を生かしたプレーをねして前線で体を張って泥臭くプレーしているイメージ。前線からも精力的なプレス、プレッシャーをかけてチームのために献身的な守備もします。前線を精力的に動き回り、プレス、プレッシャーを積極的に行くのはいいんですけども、大事なところでちょっとねエネルギーが切れてパスやシュートの精度が落ちることが、まあ、今シーズンもあったので、まあ、その辺の課題を克服していけばかなりね、強力なフォワードだと思います。まあ、今シーズンはドリブルで仕掛けるプレーが増えていたので、さらにシュートの意識が劇的に高まっていたと思います。まあ、プレースタイルが、まあ、ユースの頃からに比べていい方向に成長している選手の一人だと思います。セレッソから育成型レンタルで徳島に行っていますので、新潟にはいないタイプのポストプレーヤー、相手を背負える選手ですので、まあ、こういったフォワードの力強い選手、若手有望のフォワードの選手を新潟は獲得してもいいんじゃないのかなと思います。本日も3人の若手有望選手を紹介させていただきましたが、明日以降も J リーグの若手有望選手を中心にお伝えしていこうと思います。本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。